今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は懐かしの映像が出てまいりました。京都円町のお食事処愛ちゃんです。本日の日替わりサービス定食500円、今は550円になってるんですけれども、この時500円やったんですね。まだこれ半年ぐらい前やったかな、やってまいりました。これで500円ですよ。すごないですか。これサラダももちろんついてるんですけど、これホタテなんですよ。ホタテの揚げたやつも入ってて、でサバがね、これね、塩焼きがええなと思ったりしてたんですけど、いやいや竜田揚げうまいっすね。僕は竜田揚げって、サバの竜田揚げって初めて食べたんちゃうかな。酢の物もね、ちゃんと作ってくれてあるんですよね。こんな一品、これ某なんとかかんとか食堂とかやともう1000円超えるんじゃないですか、これ。で焼き鳥の塩焼きと唐揚げの違いぐらいの感じで、僕これサバの竜田揚げうまかったんやんな。これ良かったですね。ご飯もガンガンもいけます。もう本当に、サバ美味しい。魚の中で焼き魚が僕サバ一番好きなんちゃうかな。で、サラダはもちろんあるのと、肉じゃがついてるんですよ。しかもこれ肉じゃがまでついてくれてて、この手間とか考えたらこれ500円でいけます。これお家で作っても500円でいけます。これいや、肉もちゃんとついてて、もうほんまに感謝しかないですよ、ここの大将。ところに住んでたなと思って、今考えるともうね、今円町には住んでないんですけれども、この時代この時期よく行ってたのは行ってたんですけど、もっと頻繁に行ったよかったなと思って。でこれホタテですよ。ホタテ貝柱500円ですよ。しつこいですけど、いやもう神すぎるでしょ、ここ。場所はこの辺です。円町駅から、エリオの横の道を、ちょっと北に上がったとこですね。大将元気にしてはるかな。またちょっと食べにだけでも行きたいなと思っております。大将いつまでもお元気で、やっていただければ嬉しいです。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。大将元気してあるかな。